ピンチがチャンス、 JJ チャンネルです。どうも皆さんお元気ですか、私 JJ はですね元気でやっております。寒いです。こちらベトナムのハノイですけれども、この衣装、まあ衣装2個しかないんですね、黒と赤ね。この衣装の下にですね3枚着込んでおります。凍えております。今日はですね、この引っ越し終わってやっとこの YouTube を撮影できる場所確保できましたんでね、ここから皆さん方に動画をお届けしたいなっていうふうに思います。それと最近この覆面マスター、変態覆面マスターのチャンネルをですね見ていただけるようになった方、また初めて見ていただいてる方ですね、作業を忘れないでください。そうです、チャンネル登録プチッと押しとってください。これよく忘れる方いるんですよね。僕もそうなんですよね。あれ、あの動画誰やったかな、何やったかなって探したらもう二度と出てこないんですよね。まあ、こんなことがありますからね、ぜひですね、そのボタンをピュッとこう押しとってください。また会えるからね。よかったらベルマークプチッとね、初めて言いました。ベルマークね。呼び方も知らなかったんですよ。ベルマークプチッとね、押しておいていただいたらね、僕がくだらん動画を上げるたんびにですね、おい、覆面マスター、くだらん動画上げたぞー言うてこう連絡が入るんですよ。え、何ですか、またお前前置き長いな、早く本題入れよということなんですけれども、今日はですね、1月の21日の夜の10時から霊能者裕次郎さん、日本で一番すごい霊能者ですね、僕が信じてる、世界で一番信じているこの番組のスピリチュアルアドバイザーの裕次郎さんの霊能大予言スペシャルのライブ配信を行いますので、どんなライブ配信をやるのか、これね、そのライブ配信も結構長い時間やるんですけれども、そのライブだけでは時間が足りないので、事前にですねこんな内容でお届けするよというですね、この事前情報番組をね、提供したいなというふうに思います。それとこの動画を見られた方ですね、今日が16日ですから17、18、19、20と4日間ありますから、この4日間の間にコメントでね、 JJ 裕次郎さんにこんなことを霊視してもらってくださいとかですね、2025年問題ね、今日 JJ が言った以外にもこんなこと言われてるけどこれはどうなんやということを霊視してほしいとかですね、事前に、この番組で、これタダですからね、皆さんコメントでこんなことを霊視してほしいっていうのをね、で僕もね裕次郎さんにバンバンね聞いていきたいと思いますので、ぜひコメントでねこんなこと気になんねんけれども、スピリチュアル的に霊能的に見たらどうなんやっていうようなね、ところをですねコメントいただければ、できるだけ皆さん方のご要望にお答えした番組作りをですね、双方向を活用してやっていきたいなと。双方向、インタラクティブな世界ですからね、結構難しい言葉使うようになったでしょ、この赤マスクねっていうことなんですけれども、どんなことがね、僕が気になってるかというとですね、やはり2024年ですよね。で、僕は去年ぐらいから大変な年になるぞ、大変な年になるぞ。なんで大変な年になるかというと、2025年問題があるからや、と、ね、いうようなことをよく動画で言ってきました。で、まさにですね、この2025年は、都市伝説も含め、陰謀論も含め、また科学的にもですね、非常に重要なポイントであるというふうに言われているのが、この2025年なんですよ。ね、ひょっとしたら大災害が起こるかもわからない。いや、ひょっとしたら大災害ではなく、とてもいい方向に向かっていく、ね、この分岐点になるのではないかと言われているですね、一つの節目、この大きな節目、僕はですね、このノストラダムのその大予言が1999年の滅亡説ありましたよね。この後2012年のマヤのね、もうこの人の時代終わったっていうね、あと最大の山場がこの2025年だと思うんですけれども、これはですね、ぜひですね、このオカルトチャンネルとしてはですね、事件だけではなく、オカルトミステリーが大好きなこのチャンネルとしてもですね、取り上げていきたいなというふうに思いますのでね、こういうことに興味のある方はですね、ぜひですね、おそらくどの番組よりも面白いこのライブ配信になってくると思います。なぜならばですね、この霊能者裕次郎さんというのはね、これほんまですよ、神さんが降りてきてお告げをしてくれるわけですから、ね、僕思うんですよ。神さんは嘘をつかへんやろな、とかに思ってるんですね。なのでですね、真のこの神さんが、この今、ずーっとこう言われてる、今からちょっとね、ざっとお話しますけれども、言われている予言をどのようにですね、ジャッジするのか。そしてこの裕次郎さん自体に降りてくる神様が、どのような予言をするのか。それにはどのように僕たちがこれからの時代を生き抜
ていく中でですね、対応していったらいいのかというですね、非常に興味深い、番組になっておりますのでですね、ぜひですね、皆さんね、これ、視聴しに来てほしいなということなんですよね。はい、すごいですね。本題に入る前にもう5分以上喋っておりますね。さすがですね。よく喋りますね。この赤マスクはですね、ということなんですね。で、まずですね、この、2025年問題って一体どんな問題なのかということなんですけれども、ちょっとね、簡単に僕ね、皆さん方にお伝えしておきますね。これね、2025年問題とはですね、人口構造の変化による発生が懸念される様々な問題のことを言うんですよ。これ具体的にはですね、この陰謀論とかそういうことではなくてですね、人口の問題、団塊の世代というですね、人の年齢が75歳を迎えることによって、なんと75歳以上の人口が急増して、国民のね、4人に1人が、後期高齢者となるですね、すごい時代に突入するって言われている。これが世間一般で言われている2025年問題です。大変ですね。75歳以上の人がですね、第一次ベビーブームで生まれた人たち。僕は第二次ベビーブームから、だからこの第一の後のこの第二次ベビーブームのことまで考えたらえらいことになりますけれども、とりあえず第一次ベビーブームのですね、もう下回れへんわ。ね。ベビーブームの団塊の世代が、ね、75歳を迎えて、4人に1人がなんと後期高齢者になるというね。で、これが2025年問題っていうふうに言われてるのが一般的です。で、世界で初めてですね、この危機をどのように乗り越えていくかということで、世界から注目されてます。日本が世界のモデルケースになるやろと。で、どの国も先進国はですね、医療の発展によって寿命が伸びているわけですから、みんなこの問題を通過していくわけなんですね。そこで日本はどのように乗り越えるのかということで、次にこの後期高齢化の社会を迎える中国であったりですね、いろんな国が日本をですね、注目していると、日本の対応どうすんねんと注目していると。ね。で、僕はですね、この対応はもうね、たった一つやないかなというふうに思ってるんですよ。ね。で、ここからね、ちょっとまたですね、僕はパワポでね、皆さん方にね、これ予告番組ですからね、きっちり伝えないといけないですからね、パワポでまとめた文章、ちょっと読ませてもらいますね。これね、曇ってますね。はい。メガネかける。メガネの上からメガネをかけるというですね。はい。さらに、シンギュラティの時代へと、2025年には AI に代替されるのが、テクノロジーが進歩して、人類の生活が一変する技術的特異点と呼ばれているものです。このままテクノロジーが指数関数的なスピードで進歩すれば、2029年には人工知能の賢さが人間を超え、2045年にはシンギュラティに到達すると予測。シンギュラティって何かというと、今の文章を簡単に言うと、コンピューターが人間の知能を抜く瞬間、ね、これ人間の知能がこれやと、で、コンピューターがずっと追いついてきたと、これがピュッと、コンピューターが人間の知能を抜く瞬間、この点、これがシンギュラティなんですよ。これはですね、ムーアの法則っていうのがあって、コンピューターというのは2倍、4倍、8倍、64倍というようにですね、ものすごく、進歩が早いんですよ。1年ごとに進歩していくのがね。で、これで2045年ぐらいにコンピューターは人間の知能を抜くんやないかって言われたのが、これシンギュラティなんですけど、それがですね、早まったんですよ。で、なんで早まったかというとですね、当然これ量子コンピューターなどができたということもありますし、そして AI ですね、人工知能というものができたと。こういうことによってもうプチシングラティが2025年から始まるぞと。しかもこの日本は先ほど言ったですね、人口の増加で4人に1人が後期高齢者になるということで、これは日本全体が大きく変わっていく時代の世界で初めて、この後期系、ね、高齢者が4人に1人というね、国の日本がこのシンギュラティというものと重なるこの時にですね、大革命が起こっていくのではないか。その1年前の2024年には大きなことが起こるのではないか、それによってということで、僕はこれ政治の問題にしてもいろんなこうですね、もう元旦からですね、これは人口地震説もありますけれども、石川県の能登沖のね、この地震なんかから始まって、航空機の事故、そして松本の事故、年末にはね、安倍派の
あの資金の問題であったり、いろんな事件が起こってきましたけれども、こういったこともですね、こういった時代のうねりの中でも一つの、うねりの中での一つの出来事ではないかというふうに僕は思ってるんですね。でですね、これからどうなっていくかっていうのをね、一般的に言われているのは、この日本ですね、この75歳というね、4人に1人が後期高齢者ということと、このシュンギュラティね、重なることにどうなることで、数字的にはこんなことが言われてるんですよ。2025年から2035年の間に、日本の労働人口のおよそ 49% が職業において、技術的に代替え可能であることが示された。つまり 49% の人が職を失ってしまいますよ、とこう言われて。2025年から2035年のこの10年間で国民の2人のうち1人が、職が失われるというね、予測が立てられているということなんですね。こうなってくるとどうかというとですね、4人に1人がおじいちゃんおばあちゃん、職が失うとなるとですね、日本は、やはりですね、これはもうお金ないと生活できへんからね、僕も今お金ないからね、どうなっていくかというと、ベーシックインカムの時代に入っていくと。国民一人一人が平等に国からお金をもらって生活していく、ある意味共産主義社会主義国家への、道をたどっていくのではないかというですね、僕はですねその予想をしています。していますというか、それしか乗り切る方法はないのではないかなというふうに思うんですね。それは経済格差がどん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 これから進んでいくとね、この格差がどん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 広がっていくのは許されない時代になっていくのではないかというふうに思ってるんですね。これは分かりません、僕はね、経済学者でも何でもないからね。ただですね、僕もですね、国民一人当たり平等にお金欲しいなと思ってる人間の一人なんですね。というところでですね、ちょっとそれから技術的なことね、コンピューターが進んだということで、技術的に言われていることなんですけれども、これはですね、すごいこと言われてますよ。人間の体内に細菌よりも小さいナノロボットを入れて健康管理する。つまり病院がなくなるんですね。血管の中に小さい小さいですね、お医者さんを入れて生活するようになるということが言われていますね。そしてですね、仮想現実世界での生活が中心になる。つまり、もうですね、こう家におってですね、脳をピュッとこうね、こう、デバイスで繋いでるようなね、だけでですね、仮想現実で生きているというね、すごい世界に入ってきますね。さらにですね、人間が不老になり若返る、これいいですねっていうか、ちょっと怖いですね。そうですね、もう肉体がいらないわけですからね、意識体として生きていく、つまり宇宙の生命体とつながる、これを考えていくとですね、また違う話に行ってしまいますね。宇宙は意識であるね、人間は肉体を離れて魂の意識体になっていく、まあ、これにどん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 科学がね、近づいていくという話になってるわけですよ。ということがですね、世間一般で言われていることですけれども、JJチャンネルはですね、もう世間一般に言われていることではなくて、ね、もっとですね、違う、オカルト的なことで、この番組を進めていきたいなと。今度の21日はですね、もちろんこのことも占っていきますけれどもね、これは科学的に言われていることですからね、そんなに、僕はあんまり興味ないんですよ。科学的にこんな時代が来るって。今言ったことでさえですよ。もう、こうなるっていうのはもうなんとなくもう理解できるじゃないですかね。だって、こう人間の知識をコンピューターが抜いていくわけですから、そうなるやろ。仕事もなくなるやろ。ね。それは半分ぐらい仕事なくなるし、そして4人に1人が75歳になったらですね、それはもう税金もね、いろんな問題変わらなあかんよ。どこの誰が考えてもわかるやんか。だからこんなことをわざわざですね、この世界一の霊能者、裕次郎さんにですね、占ってもらうにはですね、もったいないということでですね、辰木亮ね、2025年7月の5日もう日にちまで出てるんですよ。2025年の7月5日に大災害が起こるね、いわゆる東北のですね、津波を3倍上回る大津波が日本列島を覆うという大予言がされている。実際この辰木亮というね、この漫画家ですわね、若い頃に交通事故に遭ってね、不自由になって漫画家を目指したというこの辰木亮がですね、夢日記というのをずっと書いたんですよ。で、この夢日記を書いてたんですけれども、その夢日記を漫画にしたらですね、なんと311当ててしまったというですね、
それでまあ大注目されてるんですけれども、この辰木亮さんのことを僕結構調べたんで、この細かい辰木亮さんのお生まれになってから現在までね、本当に辰木亮は僕から見て考察をして本物なのかどうかという考察と、そして裕次郎さんからの霊的な考察と、つまりハイブリッド考察を辰木亮そのものにしてみたいなと思ってるんですよ。僕は辰木亮はですね、預言者でも霊能者でもないと思ってるうちの一人なんですよ。だけどもあまりにもこのオカルト業界が騒いでいるので調べてみました、彼女のことをね。ということで、僕の斜め45度のこの辰木亮の2025年7月5日の大災害のいわゆる考察と、そして裕次郎さんの霊的な考察と、これハイブリッド考察をして皆さん方にお届けしていこうというのが一つです。そして次はですね、僕もこれ偉いですね、信じてるのがですね、ババンガねえ、おばあちゃんですわ。このババンガーの予言は本物なのかね。これブルガリアの予言者でですね、国家機密になってるおばあちゃん、全盲のおばあちゃんです。砂嵐に目をやられてね。で、このおばあちゃんですね、過去にどれだけのことを当ててるかというとですね、もういろんなこともバンバン当たってて、なんと、的中率 85%。 それでこの方はですね、お亡くなりになってるんですけれども、自分が亡くなる年齢日付も全部予言してて、その通りにお亡くなりになった方なんですよ。で、このババンガがですね、予言しているのが、当たるのかどうかという予言ですね。で、僕はですね、このバババンガに関してはこれ本物のこれは予言者じゃないかなっていうふうにですね、彼女を調べれば調べるほど思ってしまうので、僕のこのババガンダの考察、斜め45度の考察と霊能者裕次郎さんの考察で、やっぱりハイブリッド考察をやっていきたいなと。で、注目はやはりこのバババンガの予言、プーチン大統領、あのね、モナリザにそっくりなプーチン大統領、顔似てるよね。ね、これ直樹マンが言ってたよね。直樹マンおもろいよね、あいつね。もう、あの子、どうやろね、直樹マンと小百鬼、この二人がやっぱりインターネット界の都市伝説界を引っ張っていったとも言えるんじゃないでしょうかね。この、直樹マンが言ってたんかな、小百鬼が言ってたんかな、どっちかが言ってましたね。プーチンはモナリザにそっくりや、あえて。僕もモナリザとプーチン比べてみたら、めっちゃ似てるなと思ったんですけれども、なんとこのプーチンがね、暗丸されるのが2024年やとババンガは言っていると。で、このババンガについても詳しくお伝えしたいなと。で、あともう一人ですね、この子はやるかどうかわかんないですけれども、インドのですね、アビギャ・アナンド君ね、現在17歳の少年でですね、これ天文学を学んだ先生学者ですわ。もう10歳で大学バーン飛び級してですね、ごっつい第二のサイババヤ言われてる子がね、まあ、いろんなことを予言してると、この子はコロナを当てたりですね、そう、もうすごい時系列でバーンとコロナがどうなっていくかってあった子なんですね。で、この子の先生、実はね、本物なのかどうなのかというね、考察と、そしてこの子が予言してるかどうなんだということをですね、はい、ブリッド考察をしていきたいと思います。裕次郎さんの霊視とね。ただ僕はこう思ってます。このですね、アビビア・アナンド君っていうのはですね、占いやからね、僕はね、どうかな、この子はちょっとシアンロッポやなと思います。JJ シアンロッポ好きやなって、シアンロッポね、前回俺何回言うたんやろね、まっちゃんの事件でね、一回数えてみて、何回言うたか教えてくれるね。シアンロッポです、このアビア・アナンド君はシアンロッポですわね。ほんでね、ババガンダとかね、それ以外にですね、この2025年どんな人がですね、これを言ってるかというとですね、いろんなことが言ってるんですね。アメリカのね、ジョセフ・ディーテルっていうね、人も言ってます。これだいぶアメリカで有名なですね、ジョセフ・ディーテルっていうのはこれ預言者ですわね。2025年10月22日からですね、フィリピンプレートが崩れて南海トラフになるっていう予言をしていたりですね、あとですね、ミンティアの予言書っていうのがあるんですよね。このミンティアの予言書には2025年以降の予言が全くないんですよ。ということは、この予言がないということはもう世界が終わるんじゃないかっていうふうに言われてるのがこのミンティアの予言書ですね。それとかユーザルフシュタイナーであったりですね、あとね、都市伝説で言われてるのはね、2025年の、にはですね、人口の8割が消滅するなんていうね、都市伝説もあります。あとですね、ホピ族の予言であったり、木村明則さんね、奇跡のリンゴの木村明則さんが宇宙人にアブダクションをされて、ね、その時なんと2025年の地球はどうなるかということも聞いている、青い彗星がという話であったりですね、
あと物理学者の安江邦夫さんはこの人は計算してるんですよ。ちゃんと水星が地球に当たるのを計算したら、これ物理学者ですよ。計算したら2025年や言うてるね、ことであったりですね、有名なのペンキ画家のですね、証言くんって言いますよね。ペンキ画家の証言くんね、この子はですね家族に、会ってですね、この2025年の話を聞いてですね、でこれもやっぱり7月5日なんですよ。たすき漁も2025年の7月5日、5日に大災害で、このペンキ画家の証言君もから聞いたのは2025年の7月5日、新種がぴったり合うということなんですよね。恐ろしいことですね。こういったことであったり、ガイア理論であったり、地球は生き物であるとね、定期的に海を出しているんだというようなことの理論でも2025年で淡路島がやばいっていうふうに言われていたりですね、あと三木大軍和尚は仏教の観点からですね、ずっとコロナがあって首相暗殺があってね、いろんなことを的中させているんですけれども、鬼門が開いていると2010年にということで、そこから10年以降こういうふうになっていくよという仏教の予言があるっていう三木大軍理論もあるんですよね。で、まあつまりですね、先ほど言った2025年からシングラリティのね、プチシングラリティの時代に入るね、こういうことも含めて、まあなんていうかな、このかなり分岐点なんですよ。この辺をですね、僕の斜め45度の考察と、この人はこうやないうことと、ね、そして裕次郎さんのバーンと霊能力とバッシャーとガーンとボンボンとハイブリッド考察やっていきたいなというね、大特番です。で、僕は日本にね、19日に帰って、ね、そして弟の BB も参加しますからね、3人でやっていこうと思ってますから、ぜひ皆さん見に来ていただきたいなということでね、今日は何が言いたいかというと、ぜひ皆さん、1月21日の夜の10時から何時間やるか分かりませんけれども、ライブ配信来てほしいというお願いが一つと、もう一つはコメントでこの事件占ってほしい、午後占ってほしいというのをどんどんください。できる限り皆さん方のご要望に応えた双方向のインタラクティブな番組にしたいなというふうに思ってるわけですね。いかがでしたでしょうか。ね、20分で収めようと思ったらもう21分喋ってますね。やっぱり前置きが長いんかなということなんですよ。ということで。